海外のワンノー、バウアーのハニトラ騒動に新事実、MLB 復帰へ。DeNA、バウアーハニトラ問題に新展開。オリックスワン、ニックスの関与が浮上。バウアーは動画で唐突に恐喝を告発した。デナのトレバー、バウアー投手、32、が抱える複数の米国人女性とのトラブルのうち、3日に和解が発表されたリンゼイ、ヒルさんとの訴訟で思わぬ新展開。オリックス投手が恐喝に関与した疑惑が浮上したのだ。バウアーは自身の SNS に投稿した動画で、性暴力がなかった証拠として、ヒルさんと知人とのやり取りとするメールを公開。次の獲物はドジャースのスター投手よ。純資産5100万ドル、約76億円。すでに仕込みは上場。私のやり口は知ってるでしょ。パパに私の首を絞めさせなきゃ、など特的にハニートラップの計画を明らかしヒルさんに対し、知人も、大金をがっちりものにしないとね、などと応じている。続いてバウアーの口から唐突に、今季オリックスに加入した米国人右腕の名前が、当時パドレス傘下マイナー所属のジェイコブ、ニックス投手、27が、ヒルさんとメールを交わしていたというのだ。この大金は手に入れないとな、とバウアーの恐喝をそそのかすニックスに対し、ヒルさんは、そしたら5万ドル、約750万円あげるわ、と分け前を約束し、少しも罪悪感がないの?との問いには、全くない、と即答。ヒルさんはパドレスの複数選手と肉体関係を持ち、ニックスとも交流があったとされる。ジェイコブ、ニックスは、彼女がこのようなことを計画していることを知りながら何も言わなかっただけでなく、凶暴までした。本当に邪悪な女だ。きっとカルマは彼女に優しくはないだろう。事実が判明するまで、決してワンダンを下してはならない。このことがトレバーに与えたダメージは天文学的で、このために彼が失ったものは理解を超えている。彼は被害者なんだ。あなたが無実であることをずっと知っていた。君が何も悪いことをしていないことを知っていた。自分の立場を貫いてくれてありがとう。MLB を訴えることができるか ?MLB に復帰することはあるのだろうか?なぜ ESPN や CBS、ABC を訴えないんだ?悲しいことに、無実が証明されるまでは有罪なんだ。こんなことをするクレイジーで恐ろしい人たちがいる。彼の言い分が聞き入れられ、もっと報道されることを願っている。汚名返上できて本当に良かった。おめでとう。来シーズン、MLB で君に会えることを期待しているよ。MLB は味を知るべきだ。それで、いつになったら MLB に復帰できるんだ?ドジャースと MLB を訴えるべきだ。MLB はこの男に謝罪をしなければならない。トレバーに起きたことは本当に残念だ。私は告発を信じなかったが、あなたには絶対的な勇気がある。次のステップは、メジャーリーグとドジャースを訴えて仕事を取り戻すことだ。裁判をすれば、簡単に勝てるよ。